ダリーマジダリマナブさん。誰だったかな。勝手に調理場に入られると困るんだがね。覚えてませんか。そうっすよね。たった一日一軍にいただけの選手のことなんて覚えてませんよね。本当。品だけ。思い出してもらえて光栄です。身なりが変わってまって気ぃつかんかっただけだわ。あんたのことは忘れたくても忘れられんがね。そりゃどういう意味の忘れられないだ。バッターとしての品田が忘れられないっていう意味じゃねえよな。あんたは品田の連れだ。気にしないでくれ。マナブさん、仕事中申し訳ないんですが、ちょっと聞きたいことがあって。何の用だ。できることならあんたの面なんて見たねえわ。おいおい、15年ぶりに訪ねてきた後輩に対してあんまりじゃねえのか。それともこいつに嗅ぎ回られたくないことでもあるのか。例えば野球賭博のこととか。俺以上その言葉を口にするな。死にたなかったらな。あからさまな脅しだな。これじゃ疑ってくださいって言ってるようなもんじゃねえか。宇野に聞いてきたんか。ええ、聞きたいこと言うのは15年目のことか。はい。でももちろん俺は野球賭博があったなんて思ってない。実際俺はサイン等なんてしてなかったわけですから。ほんなら何が聞きたい。確認しておきたいんです。当時ワイバーンズの中心選手だったあなたの口から野球賭博はなかったと聞きたい。それだけです。話したるわ。だでこれ以上その件について探ろうとするな。いいか、野球賭博はあった。誰からの指示かわからん。だが勝敗を操作するためにサイン等や八百長の指示がケータイに入ってきとったのは確かだわ。その指示に逆らった選手はなぜか数ヶ月以内に球団を去ってった。だで俺たちは野球選手であり続けるためにその指示に従い続けたということだわ。そんな。でもずっと球団にいたけど俺はそんな事実一度も。あんたは一軍にたった一日おっただけだ。不正行為の指示を受け取ったのは一軍のレギュラー陣だでな。はっ。こんなにもあっさり認めるとは驚きたいな。肉も野球も同じなんだわ。客に出される肉はよ、こういった食べれえせん筋を裏方が必死になって取ってまって手間暇かけて綺麗になった一部分を表に出すんだ。野球にだって表には出せえへん部分があるってことだわ。出す必要もねえ。観客の誰もそれを見ることを望んどらへんわ。だでよ、知らんで済むことなら
知らんでおった方が楽なんだよ。海は肉食うのに悲鳴上げて殺されていく牛の姿なんて想像したねえだろう。知らんでいいんだよ。裏で何があったかなんて知らん方がいい。俺にとって野球は全てだった。ここまで知ってしまって、はいそうですかなんて言えると思いますか。真鍋さん、あんたはもう野球界離れてる。当時の野球賭博のことを公にしても時効で罪に問われないはずだ。その黒幕は誰だったのか突き止めようと思わなかったのか。思わんこともなかったが、危険を冒してまで突き止めようとは思わんかったわ。危険？実際ワイバーンズから他球団にトレードされた選手の一人がそのことを暴露しようとしたんだ。八百長に耐えきれんかったんだろう。だがな、そいつは不慮の事故で死んでまった。事故？ダディ、これ以上探るのはやめろ。よう分かっただろう。俺もあんたもマジで命が危なくなるぞ。もはや危険な目に遭っとるんじゃないか。もう身に覚えぐらいあるだろう。そういえば、まさかさっきの。もうキャーリ、キャーっていつもの生活に戻れ。最後に一つ聞かせてください。なんで15年間隠し通していたことを教えてくれたんすか。危険だということは承知していたはずなのに、どうして。結果的にお前が追放されたことをきっかけに野球賭博がなくなったのも事実だ。だってお前には知る権利がある、そう思っただけだ。俺が追放されて野球賭博が終わった？何なんだよそれ。さっきの質問が最後だと言ったろ。あとは自分で考えろ。そしたらわかるはずだ。これ以上首を突っ込むことがどんだけどえらいことなのか。店長、今日やっとらんの？おお、今開けるとこだで。どうぞ。そうか、やはり野球賭博は行われていたのか。一体誰が仕組んだんだ。八百長を仕組む必要のある人間。答えは簡単だ。うちの長男でもわかるぜ。野球賭博を仕切ってたヤクザ。おお、ついに息子に追いついたか。小6だけどよ。だけど結果的にそのヤクザも俺のせいで賭博の利権を奪われた。やっぱり得をした人間なんて思い浮かばないよ。ヤクザが利権を奪われ名古屋を撤退して喜ぶ人間、地元の敵ぐらいか。いや、東条会と近江が去った直後に名古屋組が誕生して今に至ってるんだ。この土地で極道不在だった時間はゼロに近い。そうか。あ、得してるじゃん。誰がだよ。名古屋組だよ。
確かに東条会と近江、東西の大勢力が仕切ってた土地をタダで手にできるほどうまい話はね。まさか15年前のホームラン、あの一連の騒動は名古屋組を設立するために仕組まれたもんだったってのか。野球賭博を利用して東条会と近江連合を名古屋から追い出す、そのためのサイン等疑惑、そしてあのホームラン。それが真相だとしたらこれほどヤバいことはねえ。品田、悪いことは言わねえ、もう手を引くんだ。名古屋組か。高杉さん、俺は相手が誰であろうともう引きたくない。俺を名古屋組の組長と繋いでください。やめとけ。真鍋の言ってた通り、これ以上は首を突っ込むことはやめるんだ。なんで？高杉さん、名古屋組と繋がってるんでしょ？組長を紹介してくださいよ。そうすれば報酬がもらえるし、借金だって。俺は別にお前の指をプレスすればいいだけで。高杉さん、俺はもう指なんか惜しくない。だけど自分の身に何が起きたか知りたいんだ。すまん、俺は名古屋組とつながっちゃいないし、会ったこともない。え？え？1年前にこの町に来てな、誰も見たこともねえくせに誰もが知る名前、その名古屋組の名前を使えばみんな震え上がるって知って、脅し文句に使ってただけだ。そんな。実際んとこ名古屋組って組織は組長も構成員もわからねえ謎だらけの組織なんだよ。俺もよく知らねえんだ。じゃああんたなんかにビビることなかったってわけか。とんだほら吹きだな。なんだとこら、見組じゃねえよ。ケツ持ちのいねえ金貸しなんだ怖くねえよ。殴ってみろよ、訴えてやる。こんなとこで喧嘩しても意味ないよ。とにかくこれではっきりしたんだ。もし名古屋組の組長ってやつから話を聞き出せれば2000万円の依頼は完了。高杉さんに借金は返せるし、俺は自分を利用した人間を知れる。だからその名古屋組ってのも、そこの組長ってのも実在するかどうかもわからないんだぞ。でもそれ以外道はない。でもどうやって探すんだよ。ん？匂わないか？ガス漏れてんぞ。窓開けろ窓。誰だ？
どういうつもりだ。いや、その私はただ、なんでこんなことを。すいません、実は。危ない、来たぞ。危ない。これひでえ事故だな。事故じゃない。え、あそこの屋上に人影が見えた。屋上って何も見えねえぞ。どんな視力してんだお前。視力は 2.0、 動体視力にも自信があるけど、まさか。どんなやつだったんだよ。なんでこんなところに。知った顔だったのか。誰なんだ。ワイ・バーンズでチームメイトだった酒井さん。酒井？どうしてお前が。酒井さん、あんたが殺したのか。答えろよ酒井。ここじゃ人目につくでよ。中入るめ。酒井さん、説明してくれ。どういうことなんだ。元気にやっとらせるな、品田、宇野さんも。勝手だいうことは分かっとるけど、品田、みんなをよ、俺をよ許してちょ。そんなもん持って許してほしいってどういうつもりですか。品田、スラッガーにとって一番美しいプレーは何か知っとるか。犠牲フライだがや。チームのために犠牲になる。自分が塁に出ることは絶対ないが、誰よりもチームに貢献しとる。品田、おめえのことは絶対忘れせん。許したってちょう。後悔してももう遅いでよ。
井さん、頼むから話してほしい。どうしてこんな真似を。たまたまあの時よ、おめえが一軍に昇格してきたことでよ、一軍の中でおめえだけが事情を知らせんちゅう都合のいい状況が生まれてまってよ。俺はな、シナだ、おめえには悪いことしたと思っとるが、おめえを犠牲にしてまったことを全然後悔しとらせん。犠牲？おう、おめえは名古屋のために犠牲になってまったんだわ。名古屋の犠牲って何なんだよ。どういう意味なんだよ。はっきり言ってくれ、酒井さん。そりゃあ、お、酒井さん、酒井さん、おい、ダメだ、死んでる。俺が名古屋の犠牲になったってどういうことなんだ。本当にいいんですか？もちろん、ボールはお客さんのもんですから。また明日も明後日も打てばいいだけの話っす。ホームランボールの1個や2個どうってことないっすよ。でも大丈夫ですって。ここだけの話なんですけど、俺自分で打った球とかをお客さんから譲ってもらって保存するようなやつ好きじゃないんすよ。なんかちっちゃいって思いません？ほら、あなたは俺のファン1号。そのボールが高い値で売れるよう俺もこれから頑張りますから。一応これも証拠品に回しとけ。あ、品田達夫さんですね。ちいとお伺いしたいことがありますので、こちらへ。あ、え、ええ加減吐いたらどうなんだ。だからやってないもんはやってないんですって。っていうか、いい加減返してもらえませんか。明日から広島との A クラスをかけた試合もあるんで。じゃあこいつを見てもまだそんなこと言っとれるんかな。知っとる男なんだな。地元の後輩です。この写真の男がギガンツのキャッチャーのサインを盗むようあんたに頼まれたと証言したそうだ。写ってる男は確かに後輩だよ。でも金を渡してるのは俺じゃねえ。つうか、こんなのバカげてる。大体この写真に写ってるのだって俺だって証拠はないじゃんか。こんないたずらを真に受けてる警察も警察だ。何やってんだよ。もうたくさんだ。こんなとこ監禁されてたら体がなまっちまう。帰らせてくれ。おめえ、名古屋ワイバーンズの勝利に200万かけとったらしいだね。え？この写真の男がな、おめえが野球賭博に関与しとったとも証言しとるんだ。何言ってんだあんた。野球賭博で儲けたくて金払ってサイン盗ませとったんだろう。そんなわけないでしょ。だいたい球種が分かってたからって簡単にホームランなんて打てねえ。少
少し考えればわかることだろう。そう興奮するな、品田。お宮の場合、もはや社会的制裁を受け取るで。素直に認めれば起訴猶予ということも十分あり得るんだ。社会的制裁？俺が？何の話だ？聞いとるせんのか。お宮は野球協会から永久追放処分を受けたんだわ。永久追放？みーちゃん、どう？紹介した仕事は。ちゃんとお風呂で稼げばさ、借金返済、身も心もきれいになって出直せるってもんよ。ん？顎が痛い？そんなの当たり前だろうが。借金まみれの女が泣き言言ってんじゃねえよ。大体そんなこと言ってっから。うるさいな。あ、悪い。ええ、こっちの話だよ。いいから文句言わないで働けよ。それじゃあ。どうした？今日仕事ってわけでもねえのに、パソコンなんか使って何見てんだ？この15年間の沢田の投球データだよ。データ？なんだよこれ。プロのスコアラーが作ったみたいなやつじゃねえか。ま、そこらのスコアラーのデータよりはマシだと思うけどね。どうしたんだよこれ。Y バンドのやつからもらったのか。いや、まさかお前ずっと自分で配給データ作ってたわけじゃねえよな。やめられないんだよね、あれだけ野球を忘れたいって思ってんのにさ。お前これ沢田のやつだけじゃねえじゃねえか。12球団全一軍投手のデータだよ。コース、球種、スピード、逆球かどうか全部入ってる。なんでこんなもん。高杉さん、前に球種が分かっていてもホームランなんて打てないって話したじゃない。実はあれ半分本当で半分嘘なんだ。ん？プロの世界じゃ来た球を打ち返すってだけじゃ一流のバッターにはなれない。相手の配球を8割方分かった上でその球を打ち返す、そのうちどのくらいの確率で前に打球を飛ばせるかが一流と二流を分ける差となる。じゃあお前はあのホームラン狙って打ったっていうのか。ああ、あの時俺は知ってた。6球連続カーブの後ツーナッシングから沢田がストレートを投げてくるってね。で今さらこのまま見て何しようってんだ。配球データの奥に名古屋組の正体が見えるとでも言うつもりか。いや、真鍋さんや酒井さんの言ってたことが本当かどうか確かめてたんだ。なんでそれ。真鍋さんは俺が球界を追放されたあの事件の後から八百長が亡くなったと言っていた。確かにデータを見る限り、ワイ・バーンズは15年前のあの試合を境に、素人目にはわからないレベルだが、おかしな配球やおかしなベンチワークがきれいさっぱりなくなってる。そんなのデータだけでわかるのか。野球ってのは驚くくらい定石の塊のスポーツだからね。なるほどな。それだけじゃない。15年前の試合を境にワイ・バーンズはチーム編成も一変している。それまでの地元出身の選手を優先的に取る方針から外国人選手の獲得、トレードも積極的に行ってる。それじゃ酒井ってやつが言ってた話と逆じゃねえか。確かあいつはお前のことを名古屋を守るための犠牲者だと言ってたが、あれって
名古屋出身の選手を守るって意味じゃなかったってのか。そうなんだよ。酒井さんの言っていた名古屋ってのはチームのことを言っていたわけじゃない。もっと大きな、例えばそう、この町全体に関わるような話なのかもしれない。町？金融庁か。俺も高杉さんもこの町の裏側を知っているようでいて、その実情は知らない。もしかしたら名古屋組を探るにはこれ以上球団関係者ばかり追いかけていても意味がないのかもしれないな。15年前あの事件がきっかけでこの町に何か変化起きたのか、それを探る必要があるってことか。ああ。誰かその辺の事情に明るい人間はいないのか。それならもってこいの人がいるよ。この町の顔役的な人がね。顔役？商店街会長をしてるダイニングバー牛島の店長、牛島さんだ。俺がこの辺に流れ着いた時からよくしてくれてる人でね。牛島さんならこの界隈の裏事情にも精通してる。さてと、じゃあ牛島さんの店に行ってみますか。マシな情報がつかめりゃいいがな。おう、何こんな時間に。付け代払いに来たのか。いや、今日は聞きたいことがあって来たんです。付け代払うまで出入り禁止って言っただろう。付け代は俺が払おう。ああ、あんたか。品田に金貸しとるあんまり評判のようない氷菓子さんっていうのは。どういう風に聞いてるか知らないが、これでも結構客からは慕われてるけどね。ま、俺としては払ってくれるんだったら誰でもお客様だ。ん？なんだお前、こんなにつけで食ってたのかよ。もしかしてこれ。当然元金に足しておくからな。で、聞きたいことって何？名古屋界隈のことについてなんだけど。おお、珍しいな。あんたがそんなこと聞いてくるなんて。ちょっと仕事で風俗以外の記事を書かなくちゃならなくなってね。それで聞いてんだ。この辺りってのは15年前と比べて何か変化したこととかあるのか。例えばそう、あの名古屋組っていうのもできたのもその頃だって聞いてるんだが。なんだ？あんたら名古屋組について探っとんのか。なら何にも話せんわ。どうして？俺らは名古屋組に恩義を感じとるんだ。恩義ってどういうこと？15年前、それまでの金融庁はひでえもんだった。本日町通りを境目に東上会、近江連合が島争いしとってな。裏じゃそのとばっちりを受けて揉め事や抗争が後を絶たず、治安も相当悪かった。今はこんな平和なのに。
当時野球賭博の利権を握っとったのが東上会と近江連合でよ。まあ賭博の利権に限らず東と西の勢力図のちょうど真ん中にあたるこの辺で勢力がぶつかり合う形になっとったんだ。ほんでもある事件がきっかけとなって二つの組は名古屋から出てってまった。15年前のワイバーンズ野球賭博の一件だ。覚えとらんか？あるか。ま、俺はろくにスポーツも見せんから事件の内容はよう知らんけど、その事件で野球賭博への警察の監視が強まり、それぞれの胴元をやっとった東上会と近江連合が名古屋から撤退することになった。東上会と近江連合と入れ替わりでこの辺を取り仕切るようになったのはその名古屋組だわ。この辺が名古屋組の島になってから15年、極道には変わらんだろうが、それ以来抗争もみかじめもなくなって、不名誉な事件が起こった事実と引き換えにみんなそれなりに満足した毎日を過ごしとるんだ。名古屋のための犠牲、点と点が結ばれてきたな。あんた名古屋組のボスって男に心当たりはないのか？あんたら何のためにそんなことを調べとるか知らんけど、いい加減にしとけ。ボスが誰かなんて知らん。誰だろうと興味ねえわ。この町の裏側を名古屋組が守ってくれてる。この町で商売する人間にとったらそれだけで十分なんだわ。たっちゃん、頼むわ、助けて。弟が無理やり連れてかれてまったわ。鳥山さんが誰に？わからんけど、男の一人はほっぺたに傷があった。今後を追って名古屋港の62番倉庫近くまで来とるんだけど。ミルクちゃん、高杉さん、俺ちょっと行ってくる。たくよ、お前が行くっつんだったら俺も行くしかねえじゃねえか。高杉さん。じゃあ牛島さん、また何かあったら聞かせて。ああ、そうそう、このコーヒーはつけじゃなくていいよね。ああ。俺が救急車呼ぶ。シナさん、お前は早く仲間のところへ行け。高杉さん、後で俺も行くから、それまで死ぬんじゃねえぞ。はい。
ミルクちゃん、大丈夫か？ミルクちゃん、彼は、弟さんはどこに連れて行かれたの？タッちゃん、ごめんね。牛島さん、指令だ。品田を始末しろ。忠告に耳を貸さんかったあんたが悪いんだわ。牛島さん、危険な目に遭っとるぐらいの時に手を引いとってくれれば、こんなこと死んで済んだのに。名古屋組の実態探っとったんだろう。これが答えだわ。信じねえ。俺は信じねえからな。言い残したいことはあるか？15年付き合った仲だ。遺言ぐりゃ聞いてるわ。あんたら全員善人のくせに無理して悪ぶったふりしてんじゃねえよ。俺は勉強もできねえバカだけど、人の心を読むことはできる。あんたら全員俺に心から接してくれてたじゃねえかよ。あんたらがあんなことするなんて俺は信じねえ。町で俺が危ない目に遭ったのも、酒井さんの事故も全部あんたらの仕業だってのか。お前ら全員名古屋組の人間だってのか。ほうだ。名古屋組っていうのは我々一般市民で組織された組なんだわ。筋門と同じにされるのは心外だが、まあそういうことだ。牛島さん、あんた殺そうと思えばいつだって俺をやれたはずだ。でもそうしなかった。どうしてだよ。誰かに命令されたんだろ。あんたら仕方なく誰かの言いなりになってるだけなんだろ。誰なんだよそいつは。ミルク、はよやってまえ。何言っとるの。こういうのは男の仕事でしょう。俺は牛島さん。ええわ、俺がやる。何もたもたしとるんだ。早始末しんか。久保田さん、金谷の町守るのに、躊躇はいるんだ。生命保険もかけてねえ人間、勝手に殺すんじゃねえよ。おい、シャダ、逃げるぞ。おい。おい、シャダ。
おら待て。
Yeah!
そ。大丈夫か？宇野さんは？ああ、どうにか一命は取り留めた。よかった。まさか名古屋組ってのが一般人で構成された組だったとはな。俺たちはずっと監視されていたのか。道理で正体がわからないわけだ。だがあとはボスを突き止めりゃ俺たちの勝ちだ。おい、どこ行く？この町を出て行く。出て行くってどこへ？どこか知らない町だよ。今度こそ誰も俺のことを知らない町に行くよ。何言ってんだよ。確信まではあと一歩なんだぞ。次は誰を疑えばいい？優しかった大家さんか、それともあんたか。もうたくさんだ。やっと見つけた自分の居場所だと思ったのに。ああ、借金ですか。それならどうぞ指を潰しちゃってくださいよ。またバットを握れる日が来るかもなんて淡い期待を持ってたけど、俺は最初から野球選手なんかじゃなかったんだ。ただ利用されただけのバカな駒なんだよ。利用されようが、たった一度だけの打席だろうが、お前はプロ野球選手だった。あのホームランに感動して希望を持てた客だっているんだ、バカ野郎が。あの時の観客。1年前、お前が金を借りに来た時、借用書の名前見て驚いたぜ。まさかこんなとこで再会するなんてよ。ずっと俺の正体知ってたってことですか？ああそうだ。こんなに落ちぶりやがって。まあ容赦なく取り立てができる分気持ちは楽だったけどな。じゃあ、あのホームランボールをマスクの男に渡したのって？俺だ。あの男がお前探して俺んとこに来たんだ。
なんだか知らねえが、お前に高い金で頼みたいことがあるって聞いてな。お前にその依頼を引き受けさせるために一役買ったってわけだ。だがまさかこんな結末が待ってるとはな、夢にも思わなかったぜ。ああ、嫌だ嫌だ。じゃあ何よ、結局みんな俺のこと知ってたってことですか。ちゃんと返せよ。借金とあのボール、結構大切にしてたんだ。田はしくじりました。代わって私が確実に始末します。終わりましたら報告します。真鍋さん、あんたもなのか。お前が敵だったらどうして俺たちに尻尾をつかませるような情報を与えたんだ。尻尾？俺は八百長は確かにあったと言っただけだ。それ以上探るなときつく忠告したはずだぞ。そんなんで俺が止まるとは思ってなかったでしょうに。まあ、ほりゃほうだが。だが俺らは腐っても野球選手。勝負の席合いに引き分けはあれせん。ちゃんと勝負の幕を引くしかにゃいようだ。なるほど。さすが俺が憧れたバッターは言うことが違いますね。そろそろゲームセットにしようまいか、品だ。悪いが死んでもらう。わかりやすい人だな。負けるためにわざとやってくるなんてね。どういうことだ。忘れちゃったんすか。真鍋さんはワイバーンズ最強の4番を打ってた人ですよ。前も話したように一流のバッターってのは裏の裏まで読めるような人間のことを言う。真鍋さんは負けるって分かっててこの勝負をしに来た。そうですよね。
うるせえわ。焼肉屋の時もそうだった。マナブさん、あんた本当は俺に名古屋組の真相を知ってほしくてこんなやり方をしてるんじゃないですか。教えてください。一体誰なんすか。15年前の事件を仕掛けたのはあなたたちを使ってこんなことをさせている張本人は。その耳で確かめてみろ。声を聞きゃ分かるはずだわ。どうしたマナブ、品田の始末は無事に終わったのか。マナブどうした。おい、返事をしろ。マナブどうしたんだ。品田、おい。藤田監督だ。そうですか。ええ、その件は了解してます。ええ、もちろん私もこれで全て決着がついたとは思ってませんよ。代替わりしたといっても名古屋を守るのが私の宿命だということに変わりはありませんから。ええ、手は打ってあります。品田はちゃんとこちらで始末します。ええ、私流のやり方でね。では。私だ。ああ、例の特ダネの件なんだが。そうだ、あのトレードの話だ。無茶言ってるのは分かってる。でもどうにかして勇敢に差し込めないか。頼む。これには俺の野球人としての夢がかかってるんだ。どうした。いくつか報告があるんだけど。待て、直接聞こう。例のプレハブ小屋か。すぐにそちらへ向かう。ああ。
さん発見。お手合わせ願おうか。やるしかないの。どこにいるんだ。あーごめん、ちょっと出てて、すぐ戻るから。緊張感のないやつだ、早く来い。遅いぞ。ごめんごめん。時間が欲しい。報告を聞こう。分かった。どこから話せばいいかな。じゃあ、名古屋組というのは極道組織として存在していたのではなく、この土地の自警団的な組織として15年前から存在してきたということか。なあ、その名古屋組を動かしてきたのが15年前、俺と同じチーム名古屋ワイバーンズの監督をしていた藤田さんだ。15年前、この町は東西を二分して、東条会と近江連合がそれぞれ島を持っていた。それぞれの組の資金源がワイバーンズを中心とした八百長による野球賭博だったってわけだ。つまりお前の球界追放劇の真相は藤田が仕掛けた。東条会、近江連合、両組織の名古屋追放が全ての目的だったってことか。藤田さんは監督を辞任した後も徹底的に全ての真相を隠し続けた。一方で名古屋組という極道組織があるかのように装い、その名前を利用し極道者の侵入を阻み続けたんだ。まるで海外の秘密結社やマフィアのようにね。でもまあ、それも昨日で終わりだ。いくら名古屋組が組織化されてても構成員は所詮普通の人たちだ。こうして真相がバレちまえば彼らはもう何もできない。お前を襲った連中はどうなったんだ。今朝全員が出頭したよ。牛島さんとミルクちゃんという俺が一番世話になった人が全員を説得したみたいでね。彼らは彼らで15年間ずっとこうなる日が来るんじゃないかって怯えて暮らしてたのさ。辛いな、お前にとっては。まあね。でもまだ悲しんでられないよ。真相の奥に眠る本当の敵をこの目で見るまではね。どういうことだ。昨日の夜、牛島さんたちに拉致された時にはっきり分かった。彼らは決して殺しに慣れてる人間じゃない。藤田さんの指示で動いていたことは事実だが、
この数日間街で起こったような事故を演出できるようには思えないんだ。酒井という男が工事現場で事故死したあの件か。それだけじゃない。実際俺も名古屋組のことを調べ始めてすぐ危険な目に遭ったし、何日か前の東条会と近江連合の幹部が死んだ事故ってのも当然仕組まれた罠だったんだろう。牛島さんたちがいくら名古屋組の構成員だからといって、人を殴ることすら躊躇する彼らがそんな大胆な行動ができるとは俺には思えない。絶対に本職の連中が背後にいるはずだ。謎の組織、名古屋組のさらに背後にいる極道組織があるってことか。なるほど、やはりあの男が関係しているのは間違いなさそうだな。あの男、なんだあんた、藤田さんの背後にいる人間に心当たりでもあるのか。俺が名古屋組を追いかけていたのはその男と名古屋のつながりを明らかにするためだ。だがこれ以上のことは藤田から直接聞くしかないだろう。ご苦労だった。約束の報酬だ。え？もう仕事は終わりだ。俺は東京に戻る。お前はここに残って借金の整理と新しい職探しでもするんだな。ちょっと待ってよあんた、藤田さんに会うつもりなのか。だったら俺も一緒に行くって。俺もあの人にはいろいろ聞かなきゃならないことがあるんだからさ。ここから先は俺の仕事だ。もう手を引くんだ、達夫。え、達夫って、あんた俺を覚えているか。え、堂島だ。お前と同じカムロ西港にいた。え、堂島って、え、まさかあの。あれどこだ。堂島君って言ったら1組にいた学年1位の子の名前だった気がするんだけど、確かに俺は1組だったが、そのアルバムには載ってない。なんで。退学になったからな。卒業してないんだ。退学？3年の夏にちょっと揉め事を起こしてな。それで退学、結局引率になっちまった。引率って、え、少年院。カムロ工業の連中とやり合っちまったんだ。カムロ工っていや、甲子園の東東京予選の決勝で当たったあの都内一の悪高校。ちょっと待てよ。それじゃまさか夏の大会の決勝前日にカムロ工相手にたった一人で喧嘩したっていうのは。俺だ。覚えてるよ。あの時カムロ校のヤンキーたちにうちの野球部の連中が決勝戦辞退しろって脅迫されててさ。でも決勝戦の前日になって急にカムロ校のヤンキーたちが全員病院送りになった。おかげで俺らは決勝戦にも無事出て甲子園に行けたんだ。で結局甲子園では1回戦で沢田がいた中京学院で1対2で負けたんだよな。ヒットはお前のホームランのみ。火災の待合室のテレビで観戦したよ。でもまさか君があの時俺らを救ってくれた人だったなんて。でも一体どうしてそんなこと。お前ら野球部が甲子園に出ること、それがあの頃の俺、いやカムロ西高全員にとっての夢だったからだ。夢。ああ、夢ってのは叶える人間がいてこそ思い描ける。まさにあの頃の俺らにとって甲子園出場っていうのは夢だったんだ。それが敵対する高校の手によって壊されようとしていた。だが当時俺にはそれを守る腕力があった。だから俺にとってその夢を守ることは自分の夢を守ることに等しいことだったんだ。
わかる気はするけどさ、それで退学して少年院ってさ、君がそこまで犠牲になる必要はなかったんじゃないの？バカな話だと思うかもしれないが、人間ってのは勝手に他人に夢を託す。自分の叶えられなかった夢、思いを乗せその背中を見続ける。そうやって自分の叶えられなかった夢を他人の背中を借りて具現化することで、逆に自分の身の回りで起こる現実を受け入れ生きていくんだ。いつか自分もあの人のように夢を叶えられる日が来るかもしれないと思いながらな。だからなんで当時の俺には夢がなかったからな。でも夢のなかった俺でも人の夢を応援することくらいはやってみたいと思ったんだ。俺は親の家業を継ぐことが決まっていた。俺にとっては高校を卒業することより俺らの夢を背負って甲子園を目指す奴らを応援することの方が重要だったんだ。俺はあの時甲子園でホームランを打つお前の背中を見ることができたから、今もこうして目を背けたくなるような現実に向き合って生きることができているのかもしれない。タソ、お前には勝手に感謝してるんだ。堂島君、ひょっとして今の君の仕事って東城会六代目会長。まあ今素性を隠して行方をくらませている最中だがな。マジだから、ここから先は俺に任せてくれ。この件、仇のお前がこれ以上深入りするのは危険すぎる。もうお前は十分人に夢を与えてくれた。今度は俺がお前の失った夢を取り戻す番だ。なんだよそれ。全てに型がついたら球界に取り合ってお前の永久追放処分を取り消させる。選手としての復帰が無理ならコーチ、監督として復帰できるように掛け合うつもりだ。今はとりあえずその金を使って身の回りを整理しておけ。安心しろ、今の俺は腕力以外の力も持ってる。お前が失った15年俺が巻き戻す。東京に着いたらまた連絡する。それじゃ。結局は同じかよ。どういうつもりだ。15年前と同じだっつってんだよ。ヤクザに振り回されて夢を失って、ヤクザに助けられて夢を取り戻すだ。そんなんじゃ俺の夢は戻ってこねえよ。誰かの権力を使って球界に復帰したって意味ねえんだよ。分かってる。だが現実を見るんだ達夫。このままじゃお前は一生この町でその日暮らしをすることになる。お前は人に夢を見せる側の人間だ。どんな経緯があったにせよお前には球界に戻る資格がある。もっと現実に目を向けろ。過去にこだわってもお前の失った時間は取り戻せない。達夫、じゃねえよ。こっちはこの15年、素振り5000回、腕立て腹筋1000回、一日たりとも休んじゃいねえんだ。お前、あんたに言われなくても俺は自分の手で取り返す。失ったホームランをこの手でな。力で止めるしかないってことか。
死ぬと分かっている場所に行かせるわけにはいかない。極道としてもお前の友人としてもな。俺がそんなにやわな男かどうか確かめてみるんだな。覚悟はいいな、達夫。ああ、やるな。どうや、これなら文句ないでしょう。ふん、ああ、俺の負けだよ。よし、それじゃ俺も一緒に東京に。もう止めはしない、好きにしろ。達夫、もう動けるな。ああ、任しといて。なら、今のうちにできる限りの準備をしておくんだ。東京で何が起きるか、わからんからな。ああ、わかった。